はい、どうもトシです。今日はですね、ナチュラルストレートマッシュドライヤーで作る、まあ、しかもスタイリング剤のみ、変なアイロンとか使わず本当にドライヤーだけで形を作るっていうナチュラルストレートマッシュの手入れ、セットの仕方っていうものを解説していきたいかなと思います。で、このモデルさんなんですけど、前回の動画でカットさせていただいたウィッグなんですよ。平野翔さん風、キンプリの平野翔さん風、ホスト系の髪型です。で、これをスタイリング剤の仕方5パターンぐらい今後作っていきますんで、セットの仕方の動画、いろんなスタイルのセットの仕方を解説 していきたいと思います。では、まずはドライヤーの方ですね、当てていきます。ちょっとうるさくて申し訳ないんですけど、要点要点は大きな声で説明させていただきたいと思います。まあ、8割から9割は適当にこうバーッ乾かしてあげてください。で、乾かす時のポイントとすると、ボリュームを抑えたいとこですね。こう前髪とかこの辺抑えたいなところは、バー熱当てたらちょっとこう抑えてあげる。もみあげとかこの辺もちょっとこうボリューム抑えたいな、ここもこう抑えてあげる。乾かしながら抑えてあげる。で、冷えるまで待った方がいいですよ。ここにバー熱当てて乾かしながら抑えてあげる。後ろの襟足の方ですね、こちらもこうバー乾かしながら乾かしていってあげて、この辺押さえてあげる。乾かしながら押さえるところもしっかりこう押さえてあげてください。襟足と前髪もみあげです。このまあ、3点ですかね。襟足、もみあげ、襟足、もみあげ、前髪の3点に関してはしっかりこう押さえながらセットしてあげた方がいいと思います。今だいぶ乾いてきました。こういうところも前髪とかもちょっと丸みを出したいんで、ハンドブローとして弱風にして、これを弱風にしてですね、こう弱風にさせていただいて、前髪とかは丁寧に丸みを持たすように乾かしてあげてください。こう両前髪ちょっとこう丸みを出してあげるとかっこよくなります。で、このトップですよね、トップの方もちょっとふわっとさせた方がかっこいいかなと思うんで、このようにちょっと持ち上げながら熱を当てて冷やしてあげる。するとこの辺がふわっとします。熱を当ててあげて冷やしてあげる。かなりふわっとしますね。しすぎちゃうぐらい出せます。後ろの方も後頭部の丸みを出すようにこう立ち上げたり、かなりボリューミーになります。この後ろもそうですね、こちらですね、この辺つむじ周りですよね。ちょっと持ち上げながら熱を当てて、はい、ある程度乾かし終わりました。乾かすだけでも結構形になるんじゃないかなと。しっかり切っとくことが重要ですね。カットしっかりやってあげます。このデザインはセットっていうよりカットの方が重要なデザインだと思います。はい、
でこれぐらいでちょっとスタイリング剤の方ですねつけていきたいと思います。一応乾かした感じこんな感じになってます。ちゃんとここにボリュームを抑えてあげて、この辺も抑えてあげて、まあ、前髪もちょっと収まって、で、トップはちょっとふわっとして、はい、で、これでスタイリング剤ですね、ワックスの方をつけていきたいと思います。こちら、マットですね、マットタイプのワックスを使います。で、使う量としたら、まあこのぐらいですかね、このぐらいをまあ、数回、1回か2回にわたってつけていきます。で、つけ方のコツなんですけど、よく手になじませる、これ重要ですよ、非常に。なじませてあげてください。で、前髪以外ですよね、この前髪以外に全体にこうつけます。前髪はとりあえずギリギリまで取っときましょう。前髪は取っておいてください。で、ちょっとこう前髪にもちょこちょこっとこうつけるんですけど、こうやって全体にまずつけてあげてください。で、ここからは丁寧にまずは溶かします。で、まずは軽く溶かしてあげた方がいいかな。軽くこう溶かしちゃいます。またドライヤー当てたばかりみたいな状態にしちゃいます。で、これすることによって中の方にスタイリング剤ついてますんで、簡単に動きが出せますね。で、一回溶かしてからが重要なポイントになります。まずはこの辺押さえてあげます。この辺ちょっと押さえてあげましょう。で、襟足も押さえてあげましょう。で、ここからリングコームですね、このテールを使って、まああとプラスアルファスタイリング剤ですね、ちょっと取り足してあげて、足してあげたら、よく鏡見ながらやってみてください。このようにちょっと束感を出すようにね。で、ここの作業こそ丁寧にやってあげましょう。この最後の砦みたいな。つまむようにセットしてあげるといいですね。バッグの後頭部のボリュームもしっかり出してあげるようにセットしてあげてください。で、セットする時のポイントとすると、こうやってこうに見ちゃうとダメですよ。こうに見ちゃうと離れて遠くから見て、ちょっと離れてあげて、遠くから見ながらよく束感を作ってあげます。例えば正面から見たときに、ちょっとこの辺を押さえてあげたいなとか、もうちょっと束感が欲しいなとか、
つ込み出す時に後頭部のボリュームですよね、プラス束感とシルエット、いかがでしょうか。まあこのように丁寧に丁寧にスタイリング剤ですねつけてってあげたいとか、束感とあとシルエットですよね、シルエット、非常にシルエットを出す、この辺のシルエットを丁寧に出していくっていうことがやっぱかっこいい、かっこよくつけるコツなんじゃないでしょうか。本当に少量をこうやってやりながら遊んであげてる感じなんです。はい、ワックスだけで簡単にセットできます。いかがでしょうか。ありがとうございます。いつもご視聴いただきありがとうございます。ぜひですね、これ以外のセットの方法もたくさん紹介していきますので、このマスクシューヘアのヘアセットいろいろ解説していきたいと思いますので、ぜひ、参考にしてみていただけるとありがたいなと思います。ご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。もしよかったら、いいね、高評価の方ぜひよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。